あれ乗れた、いや下に入っただけだ。電車の下に入ればいいというわけでもないな。これよし、これで上を倒してもらったのでブレランが拾えないか。よしよし、これでブレランを拾った。こいつがあればよしよし効くぞ。どこだダメージの取るところ、背面か。とても大変。あれなんで今リスキルされたの。横のこの銃で撃つあのポイントのようにそこが判定になってたんだ。じゃあサブマシンガンとかでもこれで狙えたんだね。なるほど、これで治るまでの間に撃ちまくれってことなんだろうけど、どこが食らう判定だったんだこれ。うわー殴られた。触れるわけじゃない。くそー、もう一度立て直した。え、なんかすごい大回転してる大丈夫ですか。グレランの極めアクショングレネードの雨を降らした。かっこよすぎんだろう。よしよし、破壊した。よし、どうしたらいいんだ。これか。よし、なんかうまくいったかも。よし、バリアが倒れて。うおー。やるんじゃないのか。と。うわー。なんか取ればよかったのか今の。負けんぞと。あ、無理かも。もう一回やり直し。バリアを張られたが、コートに乗れた。え、今ので当たってないのか。お、いたいた。ノックして、もしもし、中から出てきたけどエレクトリックなバリアがまずい。またしても復活してしまった。もう上は空いてるからどんどん叩き込めばよかったんだな。グレラン以外だったら登らなきゃいけないので足止めが大事になってくるけど、いけこの放物線、勝利への栄光の架け橋。あとちょっと、もう一発叩き込んだ。技血を超えた。大丈夫かな、黒服残ってたけど仕返し受けてないか。まるでメタルギアに出てくる大型兵器が倒れた後の時のような断末魔の方向が。みょん、はーい、はい、5個セットです。蓋を閉めてと。グッドラック。お家へも帰れて一石二鳥。もしかしてこれでボスを倒して終わりじゃなかった。ステージがアンロックされた。いや、これだけだったら短いなと思ってたからね。やったぜ。車は実はどこからでも呼び出せる。このそそり立つ壁、おそらく車でチャレンジするやつだろう。よーし、ビッグトリックいくぞ。
惜しい。ちょっとやそっとでは転げ落ちないのはいいけど、これ実はね操作性クソ悪いですからねこの車。取れたー。お、さらにふいっと、お着替えボックス。トサカ、このショットガンジャンプを駆使すればあの高いやつもいけそうだな。ナイスキャッチ。アンロックされたここは農場かな。ウッディみたいのがいるね。これサボテンを破壊してもいいのかい、それとも、お、よくある缶を5個破壊するやつ。リボルバーじゃん、かっこいい。でこれでどこに立ってこの5つを破壊したらいいんだい。リロードなしで、もっと早くやんないとダメかな。ん、なんかうまくいったのかいってないのかどっちだよおじいさん。あ、喜んで出してくれた帽子。あー、それっぽくなったこのサボテン登れる？痛そうなんだけど。登れるけど痛い痛い痛い。あ、ぶつかベシンってぶつかると弾き落とされそうだね。ずっといやーいやー、つらこれ。でも上に金どんぐりあるだろうねこれ。これ上が見えないからどうにも難しいな。うわー、そんな判定で食らう。回復させてくれ回復させてくれ。よいしょ。トイレの中に入ると何もなかった。トイレなのに何もない。